モンスターはこの辺りにいるはずよ。それじゃあみんなで手分けして探し出そう。お前らは引っ込んでろ。モンスターを狩るのはハンターの役目だ。なんだと。待てよ、わかるぞ。腹が減ったらイライラするもんだ。あんたね。だよな兄貴。
Yeah.
気を抜くな。しっかりして、オルゴ。兄貴、大丈夫か？大丈夫だい。ビッグでグレートだったぜ、相棒。兄貴！怪我の手当てをしないと。いいかな？それじゃあ、俺…私たちのことを無理に理解してくれとは思わない。でも、みんなが思っている以上に世界の状況は深刻。大穴にはモンスターが関係しているかもしれないの。何？信じられないならそれでもいい。俺はハンターのことしか知らない。だから。そうだと思う。モンスターと絆を結ぶってどういうことだよ。なんでモンスターを操ることができる？操ってなんかいない。モンスターはライダーに力を貸してくれているだけ。絆もそう。特別なものではない。あなたと月乃にも絆があるよ。ライダーとモンスターは互いに足りないものを補い合って、この異常事態で被害を受けているのは人間だけではない。私たちは敵ではないわ。ドーナツ食べないの？なんか大事なことを忘れてる気がしてさ。ナビル、ところでさっきのあなたの力だけど。え？ああ、これのことか。オルゴは知らなかったみたいだけど。兄貴と知り合った後に手に入れた力だからな。俺の話を聞きたいか？もちろん聞きたい。ノラ・アイルーだった俺は、住むところも名前もない売られた喧嘩を買ったところを兄貴が割って入ってきたんだ。わかるぞ、腹が減ったらイライラするもんだ。相手はすっごく怒っちゃって、バカにするなって。お前、見どころがあるぜ。いろいろ気にかけてくれて、俺も兄貴って呼ぶようになって、
広い世界へ出て一緒に世界の果てを見よう。でも下手を打って捕まって兄貴と体をいじられて記憶を失って手に入れたのが。そうだったの。でもまた会えてよかったわね。ああ、約束を破った俺を責めることもなかった。ビッグでグレートなのね。そう、ビッグで。それにどうしたの？そうだ、ビッグでグレート。そアイルーたちが庭園の奥で何かを見たって言ってるの。何か？アワーは言っていてよくわからない。